10月7日と8日の2日間、武蔵小杉駅周辺で真ん中フェス2023が開催されました。川崎市の真ん中にある武蔵小杉の駅周辺に飲食店や体験ブースなどが出展される今年で6回目を迎えたイベントです。およそ100店舗が並んだこのイベントは、企画から運営まで川崎市内の女性たちが中心となって開催されています。女性そしてママが中心となって、行っているイベントになっています。で、子どもと大人も家族揃って楽しめるようなイベントとして開催しています。会場ではさまざまなワークショップも開かれました。こちらすべてナチュラル素材なんですが、アレンジメントのワークショップです。面白い見たことのないようなお花や実もたくさんあると思うんですけど、それが特徴的です。うちは未就学児のママたちがなかなか自分の体のことを二の次にしてしまうので、乳がん検診をこの車の中で、獣医さんと検査技師さんが来てやってくださってます。ステージでは川崎市内の団体から500人以上が参加してダンスや歌で会場を盛り上げました。心と体も元気にっていうようなコンセプトもありますので、今まだコロナ禍が完全に収束しているわけではないんですが、明るく元気にイベントを開催してみんなで楽しく過ごせたらいいなという形になっています。